杉谷というね秘境に向かってるんですけど、この橋がすごい怖いすごい。でも橋のおかげで渡れる。クマ出没注意。夜中が来たのがね、真っ暗やったんですけどもね。うわ後ろ来た。これね、あの1台ずつしか行ったらあかんのに後ろ来たなあかんやん、怖いわ。はい、皆さんも気をつけてください。今日はね大杉谷にやってきました。先ほどこの動きを見ました。怖いなこれを買いまして、以前からね楽しみにしてたんですけど、今日はねすごいやっと豪邸に恵まれて出発できそうなんで、すごい期待しております。早速ね、めっちゃ綺麗ですね。ちょっともう透明すぎて川が分かれ、水が分かれない。あ、もうここから入っていけんな。なんかワクワクするわ以前からねかなり楽しみしてたんで、本当にワクワクします。はい、入り口の全体マップですね。続いてはまたこんなとこがありますね。うわ綺麗だこれ。はい、じゃあ鎖持ってしっかり行きたいと思います。一つ目の橋ですね、来ました。いやー結構揺れる、結構揺れる結構揺れる。滝が見えますね。見えるかな、ちょっと滝が見えます。えらい迫力やな。すげえ。よいしょ。これはもう完全に流されんやろな。どんぶらこのね、なんやろなこれ。川が流れてますね。おお。なんじゃ、
ちょっと川またあーなんじゃこれ。滝や。滝や。滝またぐんや。初めて。へえ。楽しい。滝や。左にすごい川、右に滝、右に滝、すげえ、立ち止まるなって書いてる。へえ、ひえ、うわすごい岩。一回。川のとこへ降りてくるんですね。うわーすごいな、これはすごいな。すごい迫力の岩やな。行きましょう。はい、この景色に見とれてですね、このまま川沿いに行くとダメなようですね、ピンクリボンを見つけないといけません、ここにありますね、ここにありますよね。でさっきのとこ折り口、あの鶴ちょっと見えるでしょ、あこの鶴のとこ降りてきてこう言っとったんですけど、こっちに来て、はい、あのピンクリボン目指します。はい、行きます。はい、ピンクリボンをねまた登ったら2つ目の橋出てきました。またちょっと怖いんかな。僕そんなにビビりちゃうんですけどね。せやけどちょっとここの橋初めてやからかちょっと怖いです。めっちゃ揺れんねん、めっちゃ揺れんねん。分からへんでしょ。めっちゃ揺れるんすよ。すごいな。うお。すげえ滝やな。揺れる揺れる。お、滑る滑る。叩くで。みんな叩いてるから叩くでこれ。歩いひ。森の中、日差しが出てきましたね。あ、こんにちは。おはようございます。うわあ、すごい日差しが出てきました。相変わらずまた抜かれました。ね、私は抜かれる。みんなに抜かれる。
うわー綺麗。綺麗な。流しましょう。流し。うわ。うわ、めっちゃ綺麗。ここすごい綺麗な。めっちゃ綺麗です。川がある。なんとまあ、綺麗だほんま。すいません。あ、すいません。でもきっとこっちやな。でまたこれこっち登らないといけませんね。こっちの景色に見とれていったら違う道ですね。でピンクリもあるんで、
しょ。はい、また走ってできましたね。ここの橋の間は距離はありましたね。何でもかわかりませんけど、うわー、ほんますごい。もうちょっと行ったらね、休憩があるんでね、もうそこで、あった、日浦杉吊り橋です。あー綺麗、ほんま。ね、何の可能性って怖いこと言わんといてや。高いよ。ここ抜けたらもう終わりやん。なんや一体。なんやここ。休憩小屋に到着しましたね。ちょっとここで休憩していこうかなと思います。よいしあ、ここか。わんわん、これ濡れるやん。僕ええけど。はい、ちょっとね、カメラ蓋しました。カメラね、あ、もう GoPro はええ。はい、ちょっとね、ここ有名なこう濡れるとこですわ。え、靴もあかんちゃうこれ。いやー、マジかー。びしょびしょやはい、楽しかったです。楽しかったです。おお、すごいよ、ほんま。
着したのかな。滑ったけど、ちゃんと石が張った滑ったよ。うわーすごい。いやーすごいな。もうちょっと前行こうか。ほんま怪我して嫌いで、怪我して嫌いや、着きました。着いた、着きました。なんちゅうここ、これ滝の道や、こう続いてんやわ。いやいやはい、また気をつけて帰っていきたいと思います。ほんま危ないね帰りもほんまに気をつけましょうもうね、ご視聴ありがとうございます。今日はね、念願の大杉谷に行ってまいりました。川辺に降りれたんで休憩しておきます。よいしょ。ここにいるのもね、ちょっと水に浸しますわそこに。でしたね。行きしはなかなか余裕だったんですけど、帰りはちょっとバテ気味です。めちゃめちゃきついことではないんですけど、まあまあアップダウンの繰り返しでちょっとじわじわ効いてくる感じですかね。まあまあでもすごい綺麗なんですよね。もうすごいいいとこなんで、まあ皆さんもぜひ来てもらえたらなと思います。で、おかげさまで、100人の、登録者数、いただきましてありがとうございます。本当に嬉しいです。これからも本当に、できるだけ私も頑張っていきます。また皆さんもご縁を、応援
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。